鴨遺跡は、石川県下北郡津幡町にある、奈良時代平安時代の遺跡。2015年3月10日に、国の史跡に指定された。また、この遺跡の出土品である、加賀軍防自殺も、2010年に、国の重要文化財に指定されている。加北方と、ートオール山脈とに挟まれた平野部に位置し、加賀国、越中国、能登国の境界付近にあたり、 遺跡の東端付近を北陸道駅路が通過している。平成12年の調査では、駅路側溝に連結する大溝から百姓の心得を記した加賀軍防自殺をはじめとする複数の木管が出土し、注目を集めた。河北方につながる東西方向の南北2本の大溝に沿って、倉庫をはじめとする複数の掘立柱建物や仏道跡が検出されている。 駅路の布設と廃絶時期が南北2つの大溝周辺の掘ったて柱建物群の成立時期と廃絶時期に合致すること、2つの大溝は遺跡と河北方を結ぶ運河としての機能が考えられ、大溝の基地に沿って倉庫群が作られていることなどから、この遺跡は日本海の海上交通と北陸道駅路を用いた物資の運搬に関わる公的な性格が考えられる。 また、加賀軍防自殺等の出土木管からは、百姓の管理のための施設や都市ての機能も有していたことが推測される。水陸双方の交通に関連する施設であるとともに、百姓の管理など様々な機能を持った加賀軍家の出先機関である可能性が考えられ、奈良時代から平安時代の交通政策のみならず、地方支配の実態を知る上で重要である。そのため、 2015年3月10日に国の史跡に指定された。加賀軍防自殺は、鴨遺跡から出土した、過少年間の文書木管である。鴨遺跡は古代北陸道の要衝で、交通史を考える上で重要な遺跡でもある。本防自殺の唯一の異例で、その内容からは、国史の官能政策を遂行するための命令及び伝達の方法、文書行政の姿、 律令制の変容など、当時の状況を具体的に知ることができ、その記録性が高い。2010年6月19日、この棒自殺は国の重要文化財に指定された。寸法、重量は縦2 3 7センチメートル横6 1 3センチメートル厚1 7センチメートルである。現在は石川県埋蔵文化財センターに保存されている。 ABCDEF、国指定文化財等データベース、kunishitei. 文化 .go.jp。文化庁、2020年11月15日閲覧。ABCD、国指定文化財等データベース、kunishitei. 文化 .go.jp。文化庁、2020年11月15日閲覧。 ありがとうございます。